は足利市朝倉町アピタ内にある白くじさんに来ています。ここ種類豊富で好きなのよ。和食がたくさんあるお店です。ショッピングモールの中が多いよね。入りたくなる外観ですね。食品サンプル置いてあるのが好き。っていうかこれうちにも欲しいな。いろんなもの食べたいけど今日は一人だからな。店内はテーブル席です。2階だしガラス張りだから外綺麗。本当に一人、孤独がすごいです。私は窓際の席に。眺めがめちゃくちゃいいです。お昼時なので混雑しています。お茶も一つか。メニューです。メニュー分厚い。老若男女向けにいろいろあるんだろうな。豊富すぎて迷うやつか。天ぷらや海鮮系があります。そばうどんも充実。丼物もありますね。結構お腹空いてるんですよね。でも2個頼んだら恥ずかしいしな。1個で足りるかな。1人だと普通の食事をしなきゃと思います。ラーメンもある。マジうまそう。さすがだね。お子様系も家族で来るにはちょうどいい。デザートの種類もすごいです。コースもあるんだ、すげえ。お持ち帰りテイクアウトも増えましたね。どれにしよっかな。限定の牡蠣だそうです。超てんこ盛り、安い。お得なランチメニューです。冷たい麺もいいね。マグロたたき丼小麺880円。ドロイン。私はやはりお得セット。めっちゃうまそう。これは大盛りです。50円増しですごい量です。2個はさすがに頼めない。そばはかなりみずみずしいです。冷たいそばを選びました。楽しみだ。サバはどうかな。少し太めなのかな。汁にだーいぶ海苔もネギもたくさんで嬉しいです。さっぱりしてて最高だ。それではサバいただきます。冷えててうまい。茹で加減は固めで最高。結構本格そばだな。海苔の磯感じもいいよね。ネギの風味も鼻から抜けていいです。喉越しもよくスルスル入っていきます。丼につく量には最適。食べまくります。麺も結構長いんだよね。うまうま。そしてネギトロは醤油をかけて。ご飯多いから多めに醤油かけました。ネギもたくさんだね。ネギトロ大好きだわ。この量はお腹にたまります。海苔もすごいたくさんです。ネギトロ久しぶり。それではネギトロいただきます。酢飯の酢は控えめです。ネギトロが甘い。マグロたたきの甘さと酢飯が合います。いつものように大きい口で。誰かが見てそうで怖い。ひたすらむしゃむしゃ食べます。お米の量がすごいです。プラス50円でこれならいいね。ネギトロ丼何気に大好物です。箸だと少し食べづらいな。だけどスプーンもついてきてますよ。ネギトロ少しと米いっぱいいける。見てください、お米の量すごいの分かります。そばがミニなのでちょうどいいです。ネギトロの粗さもいいよね。粗めなんですよ。ほらネギとマグロたたき最強です。お米もキラキラでたまらん。うわ素晴らしい。それではスプーン使いましょう。本当は箸とかのが太らないらしいです。ゆっくり食べるから量食べれないらしいんですけど、私はスプーンで山盛りいきます。ってことで今日はぼっち飯ですよ。
実はここは4軒目です。1軒目は15日までお休みで、2軒目は混んでて待機してたら余計混んで、3軒目は休みで、ショッピングモールの中なら買い物ついでに思われるかなって、そこまで見越してここへ来ました。まあ一人で来て大盛りも恥ずかしいんですけど、32歳にして初のぼっち飯、一度来たら余裕思ってたけど私には無理みたい。だって人の目が気になってしゃあない、誰も見てないってのはわかるんだけどな、結構な勇気がいります。ただ食べるのもきついのに動画まで、難易度高すぎる。それを実行した私を褒めてくれ。しかも12時ぐらいで混む時間帯、ポーカーフェイスでごめんなさい。緊張がドピークでして、でも食欲はある不思議ネギタラサバガツサー様でした。それでは振り返りです。何度か来てますがやはり安定ですね。リーズナブルにお食事したい方はぜひ、次は複数人で来ていろいろ食べたい、店内を誘導するサンプルも最高、アピタの買い物の後にいかが。ネギトロもそばも大満足でした。本日はごちそうさまでした。甘いものが飲みたいってことで、アピタ1階のタピオカメニューです。メニューすごくてどれにしていいかな。このお店は量が多くてすごい好きです。いろんなカスタマイズが OK、 SNS たくさんやってるよ。鉄観音ウーロン茶タピオカミルクティー518円、ドロン。はい、タピオカ注文しちゃいました。こちらは甘さ 50%、 通常は 70% らしいんですけど、甘さ 50% の氷少なめです。ここがストローの差し口みたいなんで刺してみます。それでは刺してみます。ここかな、ここだ。あ、おい、完成。どうですかこれ、うまそう。タピオカも結構いっぱい入ってますよ、美味しそう。それではいただきます。じゃーん、うん、うまい。やっぱね、甘くてこのタピオカの食感がすごいんですよ。うん、いや、そんなに冷たくなくていいかも、氷少ない方が。うん、私氷少ない方が好きかな。で、甘さも 50% なんでかなり低くなってます。だから甘すぎない感じがまたいいです。タピオカもたっぷり、皆さんも飲んでみてねー。